たもてラジオ。プロプレイヤーの皆さん、もこんにちは。もこちこと黒木ともこを演じています吉田泉です。この番組は現在好評放送中のテレビアニメ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、通称わたもての魅力や裏話をお届けするソロプレイヤーのソロプレイヤーによるソロプレイヤーのための番組です。お盆ですね。今あなたの後ろにおばあちゃんがいますよ。あ、おじいちゃん、いいですよね。いいものですからね。とはいえでもなんかお盆っていうと私エレベーターとか乗るの結構怖いですね。なんかお盆の時期ってテレビとかでもまあ割とそういう番組やったりするんですけども、私がやってる番組でもそういう特集とかがあって、もう本当にやめてくださいってもうスタッフさんに本気で怒ったにしましたが、皆さんの後ろにはいい人たちが今もいっぱいいると思いますよ。アニメは第6話までテレビ東京では放送されましたが、話せないので5話のエンディング皆さん見ました？なんて言えばいいんでしょうね、熊の子的な昔なお話、おじいさんおばあさんの話の感じな映像がすごいつぼりまして、でも全部一人ぼっちになっていて、あのもこの一人ぼっちのノーウェアな感じのぼっち歩きが私はすごいツボって、もうあのエンディングだけを何度何度見返したか、そして何度笑ったかって感じなので、ぜひ皆さんもちょっとゴアのエンディングもう一回見直してもう一回笑ってみてください。ではでは、どうせ暇なんだし最後まで聞けよな。ファタモテラジオ、もう出ないし番組始めるか。ファタモテラジオ、この番組はファタモテ制作委員会の提供でお送りします。わたもてラジオ、本当にこのラジオ聞いてるやついるのかよ。モテないしメール紹介するか。全国のソロプレイヤーの皆さんから届いた悲しいお便りを紹介していきたいと思います。悲しくもないかな。ソロプレイネーム大原 ST さんからいただきました。ありがとうございます。伊豆様もこんにちは。もこんにちは。のたもて5話見ました。スキルアップという名のモブカモコッチ、今回は今までで一番モブカ時間が長かったと思います。前半なんてほぼ灰色のモコッチ、プリクラ機に一人で入り機械のペースにどんどん追い詰まれていったり、おされカフェで暗黒コーヒーを作り上げ、挙句の果てにお決まりの転倒、実は私もつい先日買ったばかりのジュースをズボンにぶちまけてしまいました。私の場合は店員も周りの人も全く反応してくれず、びしょびしょ冷え冷えのまま掃除をしてお店を出ていきました。悲しい、もうなんていうか心も冷え冷えクールビズでしたよ。うまいな。こんな量の取り方は二度とごめんです。夏場の冷たいジュースは周りに水滴がついて滑りますよね。伊豆様もどうかお気をつけてください。私もこの間洋服屋さんでコーヒーをぶちまけましたね。でも店員さんが近くに、大丈夫ですか、はあ、スターのバックスなのにもったいないですねって言ってくれて、すっごいいい店員さんだったんで助かりましたけど、悲しすぎますねこれ。誰も掃除してくれなくて自分で掃除して出てくなんて悲しいですね。プリクラ機に一人も悲しいね。私でも一人プリクラ何回も撮ったことありますよ。まあ別にそれは自分の衣装が撮りたくてわざわざ撮っただけですけど、ぜひ皆さん冷たいジュースの水滴お気をつけくださいっていうか、あれもうちょっとなんかさ、もうちょっとなんとかできると思うんですけど、え、あ、プリクラ衣装着て撮ったのかって、撮れましたよ。仕事のイベントので会場に行って撮りたくてそのフロアまで衣装で行ったこともあったし、あと海外の出張の時は普通にそのコスプレ衣装のまま外うろうろ歩いてたので、そのまま普通になんか
ファッションビルに入っていろいろ撮ったりしてましたけどね。はあ、じゃあ続いてのお便り、ソロプレイネームだるまさんからいただきました。ありがとうございます。伊藤様もこんにちは。もこんにちは。5話目見ました。とても面白かったです。エンディングがとても気になりました。ああ、私と一緒だ。某昔話のようでしたが、相変わらずもこっち一人だけのエンディングだったので、寂しい感じがしました。それよりも、ポッキーの3本持ちができるもこっちって意外と器用だなぁとつい気になってしまいました。え？普通じゃないですか？だって3本挟むだけでしょ？え？そんなの誰でもできますよね。まあでも、3本持ちやろうって思ったこともないですし。あ、でも、まだ多分放送されてない話数で、もっと、もうこっちが器用なことをしてるんですよね。あ、まあそれはおいおい話として、いや、5話のエンディング、私も何度見てもいいので、ぜひ皆さん、もっともっと見てください。あ、でも私のエンディングもちょっと見てほしいから、なんとも言えませんね。続いてソロプレイネーム。ぼっちびさんから頂きました。ありがとうございます。泉さんもこんにちは。もこんにちは。前回のおんぶの話。あー、おんぶ。ね、リア充の話ですね。ソロプレイヤーですけど経験があります。高校生の頃にリア充のためのイベント、体育祭、体育祭ってリア充のためのイベントなの？借りるものを人に限定した、え、嘘！人借り物競争という競技がありました。地獄じゃん、それ。競技が始まると、一人の女の子が自分のところに来て一緒に来てほしいというのです。その子は部活の後輩でしたが、当然会話などしたこともなく、どうせ指示も部活の先輩や影薄い人、え、影薄い人で適当に浮かんだ顔で近くにいたのが自分だったのだろうと思い、早く終わらせるために借りられることにしました。この競技、借りられた人と二人三脚でゴールを目指すという内容でした。しかし途中で女の子がバランスを崩して転倒してしまいました。結構派手に転んで怪我をして、もう走れそうになかったので、中二病だった私は漫画なのではこういう時どうするのかを瞬時に想像し、背中に乗って保険のところまで連れてくからと言い、女の子をおんぶして一度ゴールした後、保険テントまでおぶっていきました。すごい。なんだ、美味しいじゃないか。場内からは拍手が起こったり、その後冷やかされたりしましたが、恥ずかしがられながらお礼を言われただけでした。あ、ちなみに借り物の指示の内容は、部員で名前を知らない人でした。当然名前も知らない、会話したこともない私と、その女の子にその後何か進展があるわけもないんですけどね。これが現実です。素晴らしいぼっちお便りですね。これ最優秀賞じゃないですか、今まで。すごい最優秀賞。なんだこのなんか、起承転結の完璧なぼっち感。でも、これで名前も覚えてはもらってないんだろうな。きっと名前聞かれなかったんだろうな。でもすごいですね。女の子おんぶしてヒーローじゃないですか。へえ、いいな。その時の背中の感触。まだ覚えてますか？きっと柔らかかったんでしょうね。続いて、ソロプレイネーム、人混みが苦手さんからいただきました。私もです。キッタさんもこんにちは。もこんにちは。第4回のワタムテラジオで女性をおんぶの話が最後に出てましたが、自分1回だけあります。あれは10年ぐらい前ですが、バイト先の飲み会で女の子がベロンベロンに酔ってしまい、店長から「お前なんとかしろ」と言われた時です。後から聞いたら「え？お持ち帰りしろという意味だったそうです。でもぼっち思考というか、酔った女性をどうこうという経験のなさから、律儀に次の会場まで1キロぐらいをおんぶしていきまして、1キロ？次の日、その子は、私どうなってました？と若干照れくさそうに言ってました。確かに、彼女はおんぶしてる間、妙に甘えてる感じでした。あの日、勇気を出してたら、今の人生も変わってたんだろうか、と思います。素晴らしいぼっちお便りありがとうございます。お前なんとかしろって、男性はそういう意味なんですか？
いやー、そういうわけじゃないですよ。このバイト先マジちょっとクソ上司だな、きっと。でも酔った女性か。あ、でも酔った女性っていいですよね。なんか、本当にこの人、男の人に連れて帰られたら、この子、やばいなっていう子に遭遇して、私、何度か、引きずったことあります 持ち帰ったことあります 女が女を持ち帰るのはいいんじゃないかな ではではどうせ持てないんだし、これからもどんどんメール送ってください。わたもてラジオ、別に聞いてくれなくても悔しくねえし、持てないし、ソロプレイヤー認定するか。こんなことしてるけど、もしかして私ってソロプレイヤーですか？ソロプレイヤーとして生きていくためにこんな技術を身につけたんだ。そんなソロプレイヤーの皆さんからのメールを紹介し、そのメールの内容が立派なソロプレイヤーか、もしくはソロプレイヤー予備軍かを判定したいと思いまーす。今日のソロプレイヤーは、なぎさんですね。ありがとうございます。僕は自転車通学をしているのですが、漕ぎながら一人で実況をしていることがあります。え？ついに交差点が近づいてまいりました。右を見て、左を見て、おっと、これはもう一度右を見ようとしているのか。まるでキャッチャーの出すサインに首を振るかのような仕草であります。果たして無事に渡り切ることができるでありましょうか、などと一人で実況しながら帰ってます。こんな僕ってソロプレイヤーでしょうか？立派なソロプレイヤーだと思いますよ。あ、でもこれはちょっとわかる気がしますね。一人実況。あ、でも私心の中ではやったことありますけど、これ声に出してやってるのかな。やばいよ、それ。心の中に留めておきなさい、実況は。ではでは続いて。ソロプレイネーム、ザレ言使いの弟子の弟子さんからいただきました。ありがとうございます。キッタさん、スタッフの皆さんも、こんにちは。こんにちは。実は僕は彼女いない歴イコール年齢の典型的な猛男です。猛女の男版。今までの人生をモテるために数多くのことをやってきました。あ、ちゃんとやってるんだ。例えば、料理ができる男性がモテると聞けば料理を練習し、面白い男性がモテると聞けばいろいろなラジオや落語を聞いて笑いを勉強し、頭がいい男性がモテると聞けば雑学の本を読んだりしてきました。その結果、女性からは、自分より料理がうまい男の人は自分が料理するときプレッシャーになるから無理、君って面白いけど真面目さが足りない、いろんなこと知ってるんだね。でもちょっと喋りすぎ。と言われる始末。どうすりゃいいんだよ！とはいえ、今では料理にはまり、こうしてわたもてラジオとも出会い、本を読むのが趣味になって楽しく日々を送っています。寂しくないか、それ。なんだか本来の目的からどんどん遠ざかっているような気がしますが、こんな僕はソロプレイヤーなんでしょうか。かわいそう！あなたはかわいそうな人です。え、でも私一女性ですけど、女性から言うと、料理ができる男性はマジ嫌だ。面白い男性もマジ嫌だ。頭がいいというか、なんか勉強の頭がいいよりも、なんか人生の頭がいい人の方がいいな。でも頭がいい人もなんか嫌だな。なんか人小馬鹿にしてそうだし。え、これどこで読んだんですか？変な雑誌でしょ、どうせ。え、料理がなんで嫌いか。私、男性女性に関わらず、キッチンに人が入られることがすっごい嫌で、私、もう、キッチンは私の聖地だと思ってるので、親にも入ってきてほしくないし、もう包丁を持つともう人格変わっちゃうので、話しかけられたくもないし、もう、何ですか？ハンドルを持つと人格が変わるのと一緒で、私はキッチンに入ると人格が変わって、もう先立っちゃって、親ですら話しかけられないって言われるので、もうその私の領域に入られるのが嫌だし、
誰かに料理を作られることも嫌だ。だって家だから自分が食べたいもの食べたいじゃないですか。だからもう実家にいる時も割とも自分で作ったりして、うん、料理できる人嫌だ。でも料理できる人ってなんか生涯独身な人多いイメージです。なんかタレントさんとかでもなんか料理できる人って彼女とかはいても結婚しないイメージ。あと掃除をすごいこまめにする人とか、あと面白い男性はみんなに面白いところ見せるのは嫌ですね。私はあの鼻で笑う人が好きなので、なんか私がなんか言ってぐらいの人が好きです。もう爆笑もされたくないし、そもそも笑ってほしくない。あ、でもこんなこと言ったら待って、こんなこと言ったらなんかイベントやった時にみんななんかシーンみたいな、きっとその笑う人が嫌いって言ってましたからみたいなこと言われても、これなんでしょう、あ、笑ってはほしいけど鼻で笑ってほしい。ぜひ皆さん私に会ったら鼻で笑ってください。きっとは喜ぶかもしれません。ではでは皆さんも、もしかして自分ってソロプレイヤーかもと思い当たることがある人はどんどんメールを送ってください。以上、モテないしソロプレイヤー認定するかでした。またモテラジオ、お願い聞いて。モテないしソロプレイできる遊びでもするか。皆さんから送っていただいた、一人の時ついついこんな遊びをしています、こんなソロプレイがおすすめですというオリジナルの遊びを私がスタジオで実際に遊んでみるコーナーです。前回はね、薬指曲げて第一関節をプルプルするソロプレイや、乾電池をくるくる回すソロプレイなどが紹介されました。案外前回は切った的には好評だったんですけど、皆さんやってみましたかね。じゃあ今回はちょっとどんな遊びが来てるのかな。ソロプレイネーム犬太郎さんからいただきました。ありがとうございます。おお、懐かしい。練り消しを使った遊びです。まず練り消しを用意します。それを平らにして中に空気が入るように丸めます。練り消しを完全に密閉したら片手で持って思いっきり握りつぶします。うまくいけば中の空気が破裂する音がします。勢いよく握りつぶすのがポイントです。これさ、もうなんかもう練り消しをもらった時点で楽しいじゃないですか。すごい、最近の練り消し、メタゴールド練り消し、なんだその中二っぽい名前は。出た。練り消しってこんなんでしたっけ。練り消しってもっとどす黒い、なんか気持ち悪いやつじゃなかったですか。どういうこと。練り消しを平らにする、硬いんですけど。これ練り消しってこんなに硬かったでしたっけ。温めんのか。あ、でもでもあったかくなったらすごい伸びました。あ、来た来た。これを平らにする。あ、お便りお便り。平らにして、あ、すごい、練り消しってすごい、こんなんなんですか。透明になってまいりました。皆さん今練り消し手元にある、ある人いないですよね。あ、でも一時停止して今すぐこう買いに行って、もう一回ポチッと再生していただいた方の皆様、ではでは、伸ばした伸ばした、勝手なこの練り消しよってできた。中に空気が入るように丸めます。どうやって、丸まらないですよ。こういうことですか。中に入るようにちょっと風呂敷みたいに丸めてみました。完全に、これ難しくないですか。っていうかこれ練り消しですか。これ練り消しじゃないよ。これ練り消しじゃないですよ。みんな絶対超ふにゃふにゃ。これを思いっきり握りつぶします。せーの。何にもならないし、てか待って、これ絶対練り消しじゃない。でも練り消しって書いてあるけど、へ。皆さんの手元にはあってできましたでしょうか。きっとはできませんでした。こんなゲームやってられるか。
続いて、ソロプレイネームエレンさんからいただきました。さて、私がよくやってるソロプレイ遊びですが、残像鑑賞です。ん？名前だけじゃ何のことかわからないと思いますが、これは晴れて明るい日に窓の外の景色などをじーっと見つめた後、おもむろに目を閉じてまぶたの裏に見える景色の残像を楽しむというめっちゃ地味ですが、なかなか楽しい遊びなのです。天気が良い日じゃなくてもある程度は見られますが、やはり日差しがしっかりある方がはっきりと映る上に、いろいろな色が混じったなんとも不思議な光景が見られるので、暇つぶしとして最適だと思うのです。さらに目をつむった状態で顔を手のひらで隠すと一気に見える色が変わってまた楽しいですよ。いつでもどこでも誰でも手軽にできますし、これはどんな感じに見えるかなといった楽しみ方もできるのでおすすめです。ぜひズーミンさんも試してみてくださいませ。ここスタジオですけどここスタジオですけど、え、あ、電気でもいいってことですか？え、電気を見るんですか？電気見てな、え、電気見て電気の残像を楽しむんですか？それ普通にフラッシュ撮影された後の残像みたいなもんですよね。え、本当に？じゃあ違う、ちょっと天井の電気を5秒10秒1、2、3、え、これ見た後に目を閉じて顔を手のひらを顔の上にある、3、2、1、0。なんか火の玉が1つ。あー、すごい、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか変なおっさんがいや、ちょっとやってみてください。ちょっと、鏡じゃない、ガラスの向こうの皆さん。なんか、真っ黒の中に光り輝いたおっさんが、ハートの模様に囲まれて、いた。じゃあみんな一緒にやりましょう。あ、じゃあ向こうの皆さんも、行くよ。電気を見てください。5、4、3、2、1。目をつぶって、手のひらを、まぶたの前に。で、ちょっとしばらく見ててください。ほら！来た！あ、今度はキノコが天気見されて、おぉできましたかちょっと、え、違う、え、じゃあそのあれですよ、やった瞬間じゃなくて、やってから5秒ぐらい経ったあの残像ですよ。な、え、みんな、いろんなものが見えたんじゃないですか？え、すごい、でもこれ、あ、まだなんかおっさんが、おっさんが目の前にチカチカして、いやでも、すごい今までこう、目開けて普通にチカチカ、今の状態みたいに周りにチカチカしたのはあったんですけど、その目を閉じて前に手のひらをやるっていうことは初めて知ったんですけど、え、すごいですよこれ。私的には、しかも今ちょっと練り消しをもみもみしながらそれやってるので、これ、揃ったらもう私1時間ぐらい楽しんでられんじゃないかな。ぜひちょっと感動した人、多分30人に1人ぐらいはいるんじゃないかなって思うので、え、これ多分今までで一番おすすめです。パンパカパーン。ぜひ皆さんやってみてください。そして感動した方、何か私にコメントを。皆さんもこっそりとソロプレイを楽しんでる遊びを教えてください。以上、モテないしソロプレイできる遊びでもしろかでした。モテないし告知するかということで、わたもて情報です。まずはテレビアニメ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの放送情報です。テレビ東京は毎週月曜日深夜2時5分にオンエア、テレビ愛知は毎週火曜日深夜2時35分にオンエア、テレビ大阪は毎週金曜日深夜2時40分にオンエア、 RKK 熊本放送毎週日曜日深夜1時50分にオンエア、 ATX は毎週火曜日夜11時木曜午前11時日曜朝5時月曜夕方5時にオンエアです。ニコニコ動画では毎週土曜深夜0時30分より最新話を配信しています。さてさて、オープニング曲、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、そしてエンディング曲、どう考えても私は悪くないの CD は8月28日に同時発売です。あ、もうすぐなったんじゃないですか。あと1週間ちょっと、お楽しみに。そしてブルーレイ DVD 第1巻が10月2日に発売します。
一巻は原作谷川二子先生の書き下ろし漫画が掲載されたブックレットなど特典満載です。二巻以降も11月以降毎月発売の予定ですので、詳しくはホームページをチェックしてください。また原作は購読無料、登録不要のウェブマガジンガンガンオンラインで好評連載中。コミックス4巻とアンソロジーコミックも絶賛発売中です。コミックス6巻ネンドロイドプチ黒木智子付き初回限定特装版も予約受付中です。そして最新コミックス5巻と公式ファンブック丸物発売が9月21日に決定しました。その他の詳しい情報は公式サイトでチェックしてください。以上、わたもて情報でした。わたもてラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。わたもての感想、私へのメッセージや質問、ソロプレイヤー認定のコーナーへのメール、ソロプレイできる遊び、ツープレイ妄想の続きなど思いついたらどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。ねえねえ、練り消しちょっとコツが分かりましたよ。いきますよ、この音いくよ。はい。ちっちゃすぎだちょっと待って、いくよ。聞こえた？今聞こえたよ。今絶対聞こえましたよ。あのあれです、あ、今聞こえました？それそれ。でも確かにこの音はちょっと気持ちいいですね。ぜひ皆さんも練り消し買ってやってみてください。そして重大発表、ダラララーン、なんとこのラジオの DJCD も1が発売決定しました。これでもなんか DJCD も1っていうと何のことやら、なんか全然わかんないですね。簡単に言いますと、このラジオの CD の1巻が発売することになったんです。いや皆さんありがとうございますね。ちゃんとこのラジオ CD には取り下ろしのラジオもついているので、まだ聞いたことがない、あ、まだ聞いたことのない皆さんはこれ聞いてるわけないしぜひぜひ皆さん発売お待ちしてください。それでは今回のわたもてラジオはここまでです。お相手はキッタイズミでした。どうせモテないんだし次回もちゃんと聞けよ。もっこもっこバイ。わたもてラジオ、この番組はわたもて制作委員会の提供でお送りしました。本気を出して